はい。いやいや、こっちだ、こっちこっちこっちだ、こっちだ。はい、どうも、こんにちは。これ始まってるんですかね。わかんないんですけども。始まってますかね。どうも、どうも。まあ、映ってましたら、よかったらね、あのチャットの方で、映ってますなり、こう、反応があると安心します。はい。はい、どうですかね、すごい新鮮なこう画角なんですけど、これ、今日、実は二人きりでやってます。そうそう、実はこう、たくさん人が目の前に、はい、お客さんが来ておりますが、はい、今日は何でしたかね、あの呼ばれたんで来たんですけど、今日何するやつこれ。今日は、嘘嘘、はい、今日は何の日ですか。はい、こちら、サットさんの本が、あ、飛んでますね。はい、こういう形で、俺のここの部分消しとこうかな、この子。はい、こちらの本が発売記念ということで、我々、まあ僕が盛り上げ役として来たとこなんですけども、はい、こちらの本の発売記念で、我々の、はい、ライブ配信が始まったということ。あ、映ってます、いいですね、映ってるということで。あ、よかった。はい、九段下飲み物買い忘れ。あ、はい、飲み物買い忘れ組がいる。あ、いる。じゃあ今からこう、まだ間に合います、皆さん買いに行きまして、なんか、まあ、よくやってるあのイベントごとなんですけ ど、あの今これをお聞きの、場所都道府県と、ね、飲んでる飲み物をね、あの聞きたいというね、謎のこう文化がありまして、それを聞くだけでなぜか親近感が湧くというやつなんで、うん、よかったら、はい、はい、あの九段下ばっかりだったらさ、このライブ誰も見てないってことなんじゃないかちょっとあれだけど、よかったらね、そのな、要するにこの、現場に来れてない方たちっていうのはもうその、ね、ライブでも見れるっていうお得感はあると思うので、今回フリーで、はい、一応アーカイブも残るんで、ヘマしないように、姉さん。なんでそんなハードル上げんのなんかでもやってしまいそうだしさ。はい。はい。じゃあですね。はい。なんと本が出ました。出ましたよ。ありがとうございます。著者でございます。佐藤ふくろうです。よろしくお願いします。はい。これ、実はですね、編集の担当の平谷さんがとんでもなく、はい、あの苦労をして作ってくださった本でございます。涙の。3年か4年ぐらい。もう本書きましょうかって言ってから3年ぐらいは経ってるかな、あ、書きたいです、書きたいです、嬉しい、出版できるなんてって言ってからもう3年は経ってしまっているところで、そろそろ平谷さんが、あ、佐藤さんちょっとこれだともう書かないなっていうことに、不安を覚えてくれて、無事切れ寸前でそうですね、ビキビキで、今私富士吉田市っていうところに住んでるんですけれども、そこまで、10日間ほど泊まり込みで私を見張ってくださいまして、でその中で銃突きつけながらこれ入っていたものでございますって言っても、一番最初のきっかけはこの人、私の師匠でございますね、この方。すいません、いやいや、とんでもないです、はい、栗田由衣さんが、ここでだよね、ここで初めて会ったんで、ね、ここの3階下の6階で会ったのがきっかけで、はい、それは何年前やったっけね。2017年。17年か。あ、今日こんな感じで思い出話でいいのか、うん、思い出話をちょっとさせてもらおうかなと思います。いい、この本に至るまでみたいな。そうそう、本の話に関しては本を見ていただくのがいいのかなっていうのと、あとツイッターでも、はい、全文公開されてますので、興味がある方、 YouTube から見ましたとかっていう方はね、全文公開見てもらって、あ、これ紙で手元に欲しいなと思った時に買ってもらえたらいいなと。でもそれも俺聞きたかったけど、まあ、うん、なかなかの試みじゃない。いや、だから平谷さん、ボンデジタルさん、よくぞ OK してくださったと思って。そうよね。なんかジェスチャードローイングってさ、ちょっとさ、うん、難しいなと思って伝えるのが、はいはいはい、なんかこれ普通常のさ、美術書籍だったりとかすると、これをやってこうやったらこういう風に上手くなるとか、うん、これの書き方が分かったっていうやつなのに、これなんか、いや、まあ、書き方の話は書いてない、ね。いや、でもこれは、俺あんまり文字読めない人だけど、これもスラーッと読めたし、なんか絵も入りつつ、文字もいいし、だから心地いいんですよ。こう語りかけてくれてる感じで。そう。ねえ。イエスみんなイエスということで。ああ、そうなんですよ。もうね、もうワンワンしてやっていこうかな。いやいや、そうなんです。そう。それも、私、これ本の文章は、私がポチポチ打ったんじゃなくて。そんな言わんでええやん。いや、もうこれはね、本当に、私だけじゃ本当できなくて。影武者がおるということで。そうなんです。平谷さんが、あの担当の平谷さんが、私のセミナーの音源を全部文字起こしして、その文字起こしした上で、ちゃんと本の構成になるようにするためにはこうかなっていうのを3、4ヶ月ぐらいかけてじっくり作ってもらったやつ、解析したみたいな感じだね。そう、研究に、なんかもらって、
確認して、あ、これこの人めちゃめちゃいいこと言ってるじゃないですかって言いながら書いてたような感じだったのですごいね。そう、私がやったのは本当に本当にまさに 10% しかやってないそうなんです、絵描いただけなんですよ。いやなのでね、でもね、この絵がやっぱり素晴らしいってことでやった、ね、で、 できる限り文字が少ないやつがいいですって言って、200ページぐらい A4 サイズビチビチでね、構成してもらったんですけど、私だったら多分読まないかもしれないっていうことで、はいはいはい、できる限り紙面の、3分の1以下にしてほしいですって言って、またそれを構成し直してくれてこだわってるね。できる限りそのパラパラって見てもらうと、なんとなくまあそれっぽいなって、うん、あ、こんな感じかなが分かって、かつ文章を読みながら絵を読んでも見てもらうと、あ、そういうことなのかもしれないっていうね、ことが。白飛びするのがあれだね、どうしたらいい、白飛びする、あ、じゃあこういう見せ方しないといけないね、これさ、道路 あの止まれみたいな感じで、これね、こう伸ばしてこう印刷してこう見せるしかないのか、あのクラフト紙に印刷してもらったんですよ。おしゃれだわ、シャレオツでしょこれ。いいじゃん、これなんて、なんこれ、俺が風船もらってんの。そうそうそう。これ中開けてもらうとゆいさんが出てくるので。見えますかね、こうピント合わない。見える。こうできんからね、あのね。そう。見えないですかね。まあ、なんか僕が、はい、風船もらって、あなた風船を売りさばいてるみたいな。そう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 。これはまたこの、柄の話する？やめて。それはやめてほしい、はい。一番最初赤だったんだよね。ああ、謎のなんかね、柄が、うん、はい。そうね、これね、ちょっとね、はい、いろいろ赤はまずいなと思って、色変えたわけですけど。はい。まあまあそんな感じで、もう本当に、まあ、平谷さんの方のチームの人たちがいろいろやってくれたりとか、あの現地の方々にちょっとお世話になったりとか、で特にデザインなんかはいつも、ね、はい、地元でお世話になってる富士吉田市のホステルのサリアホステルさんっていうところのオーナーさんが、ホステルのオーナーさんなのにデザイナーさんなんですよ。何でもするね。そうで、はい、あ、いつかやりたい、いつか一緒に仕事やりたいですって言って今回デザインもやってもらったりとかしました。どのデザイン？あ、これもこれも。あ、本当？そう、髪の選び方から何から何まで。これはコラボレーションが。そうなんです。素晴らしい。で、帯どうしますかって言われた時に、帯はええよ、ね、これ謎、あの名前も書かんでよかった気がするのはね、このキンキラキンの人は誰だみたいなだけでよかった気がするけど、ね、これ必ずこの人が私の師匠なんですって言ってこれ絶対俺言わないといけないと思ったんだけど、あの俺は止めたんですよほんとほんと、 俺がこう、ね、しつこくこういうのやってくれとか言ったわけじゃなく、いやこれ絶対に、ね、普通に本をけがすことになるからよくないんじゃないですかねって俺が言ったら、その平井さんも佐藤さんも、いやこれがよくて決めましたっつって、うん、俺もう止められないと思って、もういいわと思って、なんか結構な枚数があって、その中で一番、あ、ゆいさんっぽいなって思ったやつを、だって、いや、これちょっとネタバレするとさ、そのジェスドロパーティーあるじゃないですか。あれの一個のね、回、何、100回記念かなんかにこれ出すっぽいので、もうその前にこれ出したらさ、もう負けが分からんよね。ゆいさんついにおかしくなったかみたいな感じなんですけど。はい、本当は今日はこの、格好で来てもらえるんだ。だからここまで来たら、もう、当日これで来たろうかって言ったら、それはやめてって言われて、そのバランスどういうことと思ったんだけど、そうそう、まあ、全身ね、実は今日来てるんだけど、バッてやったら面白い。来てない来てない。持ってきてません。そう、はい。ね、帯とかって結構切れちゃうかもしれないんだけど、ここね、チョキチョキしてもらうと、しおりになるから、しおりにね、ここだけ、ね、俺の顔がこう出てくる感じで、しおりに使ってください、そのことで。はい。はい、おかしいですね。はい、もう話すことがないんですけども、どうしましょうね。マジでアジェンダも何もないですよね、今日ね。タイムスケジュールもなしで。ちなみに、ゆいさんはこの本読んだんですか？読みました。もうそれはもう、さあ、速読。いや、でも、だごめん、本当に読んだ、ちゃんと。読みましたよ、じっくり。うん、だって、PDF 全部くれるしさ。そら、そっちでもうね、読んだし、ね、ツイッターにも上がってるし。ねえ。すごい。でも、まあ、何が大事かって、やっぱ本にして直接こう見れるのってやっぱこう感覚的な部分で楽しいですよね。目が楽しいし、あとまあもうお家のもうインテリアとしても置いてください。こうね、平でこうね置いてくれればやっぱおしゃれなんで、うん、この帯はね取ってもらってしおりかなんかに使ってもらいつつ、はい、読みました。本当素晴らしいです。でこれも佐藤、うん、こんなこと話していいか分からんけ ど全然ねこれ一冊だけで終わるつもりはないらしいので、そうどんどんこれが書いてしまった続きがありますっていうことをね、第2、第3、第4のね、資格たちがやってくるということで、そうなんです。今回すごく迷ったのが、はい、プッシュの話とか、はい、チェンジの話をどうしようかなって思ってて、よくジェスチャードローイングやり始めました、なんか1分で全体描けるようになった、全身描けるようになった、どんなポーズもいけるようになったけど、はい、
もっとそのプッシュってやつをやってみたい、もっとそのチェンジってやつをやってみたい、だけどうまくいかない、誇張するっていうところができないっていうことを、うん、お話よく聞いてたので、よしじゃあそれもやるかって思ってたんだけ ど、うん、そのプッシュにしてもチェンジにしても、まあ、誇張する自分が受け取った印象とか、こう描きたい、こう伝えたいなっていうのをより強くするっていうこと、うん、もしくは伝えるためにこっちの方が伝わりやすいと思った、それをチェンジするっていうところに関して、あ、そうだ、ラインオブアクションの話からしないと、うん、これ伝わ る、 なるほど、ね、伝えるのって難しいな、これを伝えたいためにもっとこっちを伝えるといかんくて、そうそう、でこうどん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 後ろの方に来て、うんうん、まあ本当に地盤の部分ってとこですかね。そうです、そうです。なので、はい、あの見せるものがあるんですか今日？特にないです。あ、なんか画面映せない？そうですね、画面ちょっとあの書籍の内容を映してもらいつつで、こちらお願いします。まあまあ、なので基本的にはこの本はメインはラインオブアクションの話をさせてもらってます。いいですね、そんな話聞けるのに、ね、著者がこれはどういうつもりで書いたのかとかいう話は今しか聞けんから ね、 いいです ね、 ね、この辺のジェスチャードローイングに出会う前の話とかね、まあ、その辺はちょっと見ていただくとして、はいはいはい、ジェスチャードローイング、かっこいいモデルさんですね、これ本当ですね、これ私の師匠なんですよ、本当、そう、この人に会いたいわ。はい、ね、だからあの話変わっちゃうんだけどさ、あ、変えよう変えよう、あのアーティストさんってさ、うん、もうちょっとちゃんとした人だと思ってたの、ちゃんとした人、いやもうちゃんとした、いやちゃんとしてる、これなんかあのなんかかっこいい感じ、なんかしっかりきっちりした感じの人だと思ってたら、ね、会ってみたらこんな感じの人が、いやそうストーリーアーティストですって言ってて、あ、ちゃんとしてなくても生きていけるんだって、いいお手本ということで、そうそう、すごいそれはあの安心できたし、え、そうそう、いや本当になんかもっとちゃんとしなきゃ、もうポンコツだなって自分のこと思ってたから、なる、あ、でもそれでも本当ね、それこそハードル下げるっていう意味では、そうそう、俺らね、二人いい仕事してるんじゃないの、こんなんで大丈夫ですって ね、 ね、言わないと ね、 ね、そうで、それでハードルを下げるっていう意味も込めて、はい、あの私よく1万体書いたら、まあ、書けるようになってくるよみたいな話をよくしてしまうんですけど、はい、その1万体をね、あんまり最初からそのフィギュアドローイング、人体をドローイングするっていう感じで思わないでもらえたらいいなと思って、うん、そうね、なんか描くってなると、そうそう、やっぱこう肩肘張るというか、こうなんか窮屈に感じるけど、ね、線1本2本とかそういう話よね、そうそう、そうなんですよね、ちょっと今回、うん、今回はあのですね、出たカレンダー、これいいですよ、今回来てサイン会に来てくださってる方に、お手紙を皆さんにお渡ししてるんですけど、その QR コードを読み取ってもらうと、あのこれすごい、もう昨日やったみたいで、はい、ね、あのちょっとおまけを用意してみました、おまけが太いんすよ、キャラメルちょっとでこんな、なんかでかいなフィギュア入ってるみたいな感じのレベルのクリップですよ、12ヶ月分ぐらい の、はい、あのカレンダーの、あのなんだ、カラカレンダーって言ったらいいの、カラカレンダー、うん、あ、まあ、自分で、ね、そうそうそう、オクトーバーなり何なり書いて、そうそうそう、書いてもらって、まあジェスチャードローイングやったっていうことの、うん、あの過去の積み重ねがあったりするとさ、自信になるじゃん、なる、結構その毎日毎日なんか、あ、今日は別に何体3体4体しか書いてないなとかって思うんだけど、それが毎日毎日続けていくと、うん、気づいたら、あ、えらい遠くまで歩いてきたなって感じが、ね、その奇跡を感じるので、なんかその日、うん、何体っていう、何体書いたか、何本でいいのか、うん、何本か難しくない、この一本一二三数えないといけない、まあまあ何体書いたかぐらいでね、いいと思う、やってもらえたらいいなと思ってます、これいいじゃん、それこそあのなんか夏休みのラジオ体操じゃないけど、そうそう、スタンプみたいな感じでさ、ね、で最後あの図書カード500円もらうみたいな、え、じゃあゆいさんが図書カード、図書カード あげますよ、図書カード、俺んちの本を借りれるみたいな、ね、どういうこと、日付とかね、この辺例えば書いてもらってばーって、いい、そしたら、そうそう、うん、1体でも書いたら書いて1とかってやっとけばいいと思うんですよ。でもしその日書くのが、あ、今日は無理だって思ったら、うん、なんか写真パーっていいのを見つけてもらって、うん、ラインオブアクションだけ、あ、ここ、いや、いい、これこれ、あ、1本書いた、はい、OKOKOK、そう、したことを書いていくと楽しいと思うのね。そうなんです、なのでね、そういう風に使ってもらえたら嬉しいなと思って、12ヶ月分書き下ろしではないんですけど、いい準備させてもらいました。大丈夫だよね、これ書いてもね。いい、いや、いい、ね、
そうなんです。あとはジェスチャードローイング、過去私が書いたものをフォルダーアップしてるのでね、ぜひ見ていただけたらなと思います。さっきも言ったけど、それこそその日めくりカレンダー的な感じでさ、サトフクロウのこう何金言みたいな、何よ、何たらは、かんたらかんたら、サトウみたいな感じで、サトウでもいいし。あ、それで話戻すとね、はい、そのライオンバーキションにしましたって話なんだけど、そのライオンバーキションはなんか背筋がこう伸びてる、そのところを描いたらいいですか、背骨描いたらいいですか、足描いたらいいですかとか、頭からつま先までのラインを描いたらいいですかっていうことを言われるんですけど、はい、まあそういうのではなくて、こういうふうに見えたっていう、その感じたものっていうのと線を出すっていう、その繰り返しをしてもらいたいと本当に思っております。なんかね、すごく抽象的でさ、それってでもどこを取ったらいいんですか、そのどこを取ったらいいんですかって外に聞かないで自分と答え合わせをする癖をつけてもらう、うん、あ、ほんとね、そうね、ためにもラインオブアクションやってほしいなって、ズバッとこうもう感じるままに大きく出すと、なんかこう、ね、これ言葉で言うの難しいけど、まあ本当に感じるままで大きく大きく、なんか変な言い方だけど、こうモデルさんおるやんか、でモデルさんを人として見ないぐらいな感じで、そう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 、形というか、なんかその大きな流れというか、概念、なんかぼんやり見てていいんですよ、ぼんやり。もちろんリスペクトは大前提やけど、なんかそのモデルさん見た時のこのこんな流れ、あんな流れみたいなのをこう、うん、本当にそれ書いてる通りに、ズバッとこう書いていくと、見えないものが見えてくるってなもんで。なんか、はい、私の中でいつも、ジェスチャードローイングをやってる時にすごく気にしてるのが、うん、この、はい、見えない方が先、現れは後っていう言葉だったりするんですけど、なんかそれどう、さとうで書かんといかないですか、金言、あ、まあ、そういう、そう、一応ね、書いてはある、いいじゃん、ね、見えてるところばっかりに意識がとらわれてた時、まあ、それって大体正解を追っていた時、ルールとかさ、そういうのにギャーってなってた時って、はい、まあ辛かったというか、なんか先が見えない感覚だったんですね、見ようとするとどんどんね、窮屈になってきそうだね。でその時にゆいさんのアニメーションエイドを受けて、はい、これもっとビューンって伸ばした手が描きたいんだけど、どうしたらいいの、ビューンって感じたけど描けないって言ったらなんて言ってた俺、ビューンって描けばいいのよって言われてバーンって立ち込んで、えっていう、いやでも腕が、肘が描けないし、腕も描けないし、もっと言うと手も描けないし、肩も描けないよって、うん、だってビューンって伸ばしてる時の肩とか描けないよ、アナトミー分かんないもんって言ったら、だからビューンって描けばいいのよって言われてなんか頭悪そうな先生やねそれやればいいんだよそうもう言われても分かんないから、じゃあ実際に描いてよみたいな話をしていたら、はい、どうなりましたかね、目の前でね、ビューンって描いてくれたの。ここに書けばいいか、超常現象、A4 サイズ350横長、はい、あ、今から書くの、いや、ライブドローイングもやってくれんの、そんなハードル上げないでくださいね。なんか、まあ、例えば人体を書くときにさ、これ書きづらいな、こう、あ、これ胴体ね、胴体、これ骨盤 ね、 いいね、これ足ね、これ足ね、ライブ感が出てるわ。で、なんか肩があってさ、はい、腕があってさ、肘があってさ、はい、腕があってさ、手首があってさ、手があってさ、で、うん、指先のこうなっててとかって考えていくとさ、はい、なんかすごい流れも消えちゃうし、まあ、そもそもとして形を追っかけてるだけなんですね。肩ってどうなって、どこでつながってんのみたいなのって出てくるじゃないですか、はい、こうさ、書いてて、まあ、これでももううまく見えてしまうんだけどね、なんか かっこいいというかかっこいいね、かっこいいよ、仕方ないから書いちゃってるんだからね、ずっと書いてるとだから勝手に書けるようになるってことなんだけど、下手に書けないってこと、やらしいな自分、ごめんね、すごい書いてきたからさ、そうそう、まあだから自然にこう身につくってことよね、やっぱとにかくいっぱいやっていくと、まあ、それはね、 やるとなるよって、そのやったのが何をしたかっていうと、ゆいさんが言ったみたいに、ここ伸ばしたいって私は言ったと、うん、はい、ゆいさんこれ伸ばしたい、もっとビューンってしたいって言ったら、そうなのよ、ビューンってしたらいいのよ、言ってくれてるのよ本人が、ここビューンってなってるんやけどどうやって書いたらいいの、今ビューンって言ったよね自分、うん、そう、それそれっていう感じしかこう言いようがないっていうか、でもビューンってできない、だってここわかんないし、ここ線だったらわかるけどさ、ここ線でこうなってるのわかるけど書けないよって言ったら、だからって、どうしたかっていうと、言ってんじゃんみたいな、ビューンってやればいいのよって、いいじゃん、みたいな、それでいいの、でも肘は
いやいや、その肘とかはいいけどさ、あのこれなんかビューンって感じないって、いや、わかるって、これあのさ、このちっちゃく俺ら二人書いてんのはこういうのいいよね、あれさらっと書くけどこれあるだけでなんか声が聞こえてくるよね、いいじゃん書いたらで、へーみたいな、ビューン、かわいいわ、ビューン、そう、あ、え、ジェスチャードローイングって、はい、名刺は書かないのみたいな感じになって、大丈夫なんです、ビューンですよ、ビューン、え、でもさ、そしたらさ、足が書けないって言って、 足はいい、線書いとけばいいのよって言われていや、でもちゃんと設置してるように書きたいって言ったら、あ、設置してるように書けばいいじゃんって言われて、いやね、どうしたら設置すんのっていう、この辺はね、ざっくりしてる感じだったんだけど、大体でいいですよ、そう、大体で、そう、こんな感じ、今の、今の、え、だって今の、だって、ぶっちゃけさ、あの変な話、俺も書けんし、あの、なんかこう、分からんから大体でいいよっていう感じで書くしかないというか、俺も書けんしさ、大体でいいよって言いながら、こうやってさ、いや、大体でいいのよって言ってさ、設置してんだよね、ちゃんと。だと、なんかでも、そうね、どう、だからこれどうしたらできるのって言ったら、うん、いや、大体でいいのよって答えてくるからやばいな、それでも、いや、でもそうね、なんか、そうね、そう、それをずっと繰り返して、まあ、私アニメーションエイドっていうオンラインスクールを、はい、まあ、ゆいさんのクラスを今回で9回目、いや、もう何回か言うのやめようと、ずっと受けてるんですよ、やばい、やばい、あまりね、も今も受けてるの、今の、今も受けてる、明日クラスこの後欠席するんですよ、あ、そう、明後日もクラス欠席する、そう、あの、なんだっけ、セミナーやから明日、そうそう、ね、それもおかしい、セミナーしてるとか、それはいいの、いや、それはいいの、いいの、はい、うん、すみません、受けたい、で、なんでそんだけ受けてるかっていうと、他の人はちゃんと受け取ってるんですよ。多分感じてるし、ゆいさんが、あ、そうなんだ、ビューンなんだ、オッケー、わかった、ビューンって素直なんですけど、私、あんまり素直じゃないので、でもさ、ビューンって言ってもさ、って不安になってきて、そのビューンの線が引けないの、怖くて。引けなかった。これでも、本当その、そういう話だね。クリエイティブってやっぱりこう、ジャンプするイメージというか。ね。ルールっていうそのしっかりしたものはやっぱりこうしっかりこう歩かないといけないものやけど、クリエイティブのこのジャンプする感じってやっぱこ怖く感じるのね、怖い、言われても分かってるんだけどできないみたいな、できなかった、時間かかった、だ、時間かかった、いや、でも今はこうやってね、ジャンプの連続でビューンですよ、で結果どういうふうに理解したかって言ったら、あ、そっか、ビューンって書けばいいんだっていうことに行き着いてしまって、うん、あ、どうしよう、それって何で伝えたらいいんだろう、何で伝えたらいいんだろうって思いながら、いろいろまあ試行錯誤をあの平谷さんと一緒にしながら、そのラインオブアクションの部分、名詞を書くのではなく動詞を描くとか、そういった部分を重めに書いてます。なので今回の書籍に関しては、まあ胴体があって、頭があって、骨盤があって、足の線があって、こういうの、これでもう伝わるじゃんって、まずこれで動かそうよっていう話をさせてもらってます。で、次の本では出たら、あの、ちゃんと人体になるようなところまで行って、うん、かつプッシュとかチェンジの話をしようかなと思ってるんです。いいなぁ、なんかいいね、なんかちゃんと俺もそんな感じで、ほら今こうやってこういうことを学んだって話ができるやんか。でも俺その、うん、ビューンって書けばいいんだよしか言わないやつって、もっとね、なんか言葉が、ね、俺足りてない気がするよね。いやいやいや、なんかね、ゆいさんのね、言ってること、言葉ってさ、うん、なんかさ、箱みたいなもんでさ、箱、お、出るぞ、金言語で、今やめて、もう本当に大したことは言わない、そうそうそう、大したことは言わないからもうやめて、何ですか、あのね、なんだろう、箱、箱みたいなもんでさ、よくさ、分かりやすい説明ってあるじゃない、うん、はいはいはい、でもさ、頭から消えちゃうやつってあるじゃん、分かりやすかったって言って、まあね、うん、なんかね、言葉って箱で、文章って箱の連続になってて、はい、なんかゆいさんのやつってビューンっていう箱なの、ビューンっていう箱、これまた、はい、ビューン箱、ビューンなのね、ビューン箱、はい、ビューン、そしたらさ、ここさ、パカって開けたらさ、開くんや、それ開く開く、この箱開くのよ、はいはいはい、そしたらさ、ここになんかみちみちに詰まってる怖いな、何ビューンが詰まってんの、いっぱい、そうどんどんなんかややこしい話になって、なんかね、すごいね、あの、言葉にこれを分かりやすくしたら急にビューンじゃなくなるっていうような、うん、表現の仕方をすごいしてて、はいはいはい、あの、分かりやすい説明をしてくれてるけど、うん、なんか残んなかったっていう人って結構
このぐらいポツンってあって、まあ、ポツンだからこそ多分分かりやすいのかもしれない。まあね、いや不思議なこと言うと、これは初めて聞いたの。こんなことを考えてたの。すごいね。ビューンが集まってるんだ。私はいつもゆいさんからもらってる言葉をカパッて開けて、まあ、絞ったり削ったりしながらこう、あ、じゃあこういうことかな、ああいうことかなっていうのを体感覚で勉強させてもらってる。なんか僕たちいつも思うのは、この汲み取ってくれてる人たちがすごく、なんかね、ありがたいとか、うん、だって意味わからん言葉の連続な気がせん、俺が喋ってるようなことって、うん、なんかもちろん初めこう混乱したように、そう、そう、ね、感じたものを書けばいいのよって言われた時、何も感じてないからわからないんですけど、どうしたらいいんですかっていうところからスタートした。あ、でもね、時間はかかるとは思うよね、うん、やっぱそうゆっくりやりながら、うん、あとそれはなんかそれこそ分かったふりする方がまずいというか、本当に自分の中で腑に落ちないと結局意味がないから、時間がかかってでもそう やるべきことかもしれんね。ね、そうしたら、ね、で俺はそれに付き合いたい人なんで、分かるまでやっぱ一緒にやりたいなと思うよね。ね、そしたらさ、これさ、ごめん、俺、うん、あなたが描く俺の顔ってすげえなんかいいよね、これね。本当？声が聞こえてきそうなのよ。絵描き歌なんかないかね。すごいね、やれ、いいですね。こんなの、ね。めちゃく。俺が合わせていこうかな、それに、なんか。いやいやいや、ね、すごいね。そしたらさ、前だったらこういうの書かなかったなと思った、ね、いやでも不思議なのがさ、俺なんか、いや、ずっと思ってて、ずっと、もう上手いイメージでおったからさ、前から書けてたじゃんって思ってしまってんの、これ。こういう佐藤さんのこう絵見ても、昔は書けなかったよとかって言うけどさ、そうかみたいな、前から書けてたやんって思うんだけど、それこそ昔の絵とか見たら、うん、ああ確かにっていう感じで、やっぱりそれこそさっき言ったようにこう後ろ振り返ったら、ああ結構遠いとこまで歩いてきたんだなっていう感じがするというか、ね、なんかこれめっちゃ俺やね、めちゃくちゃに俺ですよこれ。マジで こんなんだ ね、これ何、周りに何が回ってんのこれ、桜かなんか、え、ゆいじる、ゆいじる飛んでるってこと、飛沫、すごいね。これじゃあ、じゃあこれ拡大すると多分、あ、何、あ、こうバクテリアがあるね、あ、ちっちゃい俺がおんな、あほや、あの今日さ、や、大丈夫、ここあの本の話しないといけないんですよ、うん、でフリートークもええとこだね、そうね、いやマジちょっとね、何も今日はあのないので、カンペも何もその何の話しようねってさっき、あ、分裂してんの、これはすごいね、あ、ほんと、そう、増殖していくの、いや、すごいな、これでも、これはすごいね、ちょっとごめん、でもコメントが思いつかんぐらい、これでも気持ち悪いんだけど、なんかどこかなんか面白く見えるね、これね。ジェスドロやってたらこれができるようになったんですよ。みんな逃げろ今すぐ逃げろやめろいやいやいや、こういう風に絵が描けるようになった。ああ、そうですか。まあでも、見て取れるのはもうすげえ楽しく今こうね、絵を描いてるのが伝わってきました。だってほら、伝わったやんか、今この絵見てさ。なんかもう、変なおかしなね、お兄さんがこう手広げ、ね、なんかこう、ペッペツバ吐いたものがよく見たら、変なこうちっちゃい俺がいるみたいな。ね、伝わりますよ。なんかね、あの前は描けなかったんですよ。あのリファレンスがあってもリファレンス通りに描くことはできたとしても、それを、はいはいはい、なんかね、例えばこうさ、うん、腕がさこうなってたとするじゃん。これをね、うん、これできなかったの。伸ばすみたいな。そう。もちろんこっち側もできないし、こうするなんてできないし、うん、あ、もうこっちになんか、後ろに行ったら分かんない、もうできないだったのが、あ、後ろに曲げてんの？じゃあ後ろに曲げればいいんだよねって、はい、曲げますって曲げるだけ。うんうん、アナトミーとか別に、まずいよね、なくてもできるところがあるんだ、うん、こんなにっていうのを勉強した。本当。なんかね、それで言ったら思い出したのが、その、うん、今はもちろんできてるんだけど、昔の佐藤さんの絵って、そのすっげーうまいんやけど、それで、なんかどういうこと言いたかったんだろうっていうのがこう、なんか最後までこう届かなかったというか、うん、でそれこそ佐藤さんにそれを聞いても、私もちょっとなんかわからないっていう感じでこう、いや、すごくうまいな、うまい、あ、これ上手くなった時やろ、それでもこれうまいよ、なんか今のほら描いた絵ってさ、それこそ、うん、それこそストーリーがあるというか、うんうん、見てて一枚でも、ね、完成してるというか、ね、まあ、こう見たらこれもあんた、あの
あ、これはもうイーリファレンスもできてない、これそのイーリファレンスとかこのドローイング、いやもっと昔のでもいや、もちろんそうよ、あのこれ課題でやったやつで、うん、何枚も大量に書いて、ゆいさんにすごいって褒められるために私はやるんだって言って頑張って結構モチベーションやね、そうそうそう、頑張ってめちゃめちゃうまくできただろうって自分が思ったやつを持ってってこれだったんだけど、はいはい、うまいけどねこれも全然なんかね、今だもう今はねもっとこう弾けてるというか、あの見て楽しい絵になってんの、見てこうワクワクするっていうか、ね、見てるこっちもえすごいみたいな、でなんならえ自分も一緒に描きたいというか、いろんな人をこうどんどん巻き込んでいくというか、そういうパワーを持ってるよね、ワクワクするのよ、いやうまいで、うまいんだけどもっとそのビヨンドですよ、向こう先に行ってる感じが、そうこれとかやっぱいいよね、これがあなたの力ですよ、あでも懐かしいね、いやそう何回も言うけどうまいのよ、めちゃくちゃうまいんだけど今はさらにさらにですよ、なんか形書くこととか、まあ、まあ簡単に言うと名刺、あの膝とかさ、あのかかととかそういうものを書くことにすごいフォーカスしちゃってて、逆に書けなかったんだなって、なんか丸い感じのおじさんって感じだなと思ったら、そのまま丸い感じのおじさん書けばいいんだよね、丸、そう丸を印象、自分が感じたのもそのままイメージイメージ で逆もしっかりしね、硬、うん、い印象だなと思ったらもうカクカクにしてとかっていう、そうそう極端にこう書くだけで結構楽しく見えるはずなんで、はい、でそれに関してがあの CSI とか LINE クオリティのあたりで話が この本だと出てますね、あのぜひあの見てみてください、94ページ、うん、インプットが変わるっていうところあたりから、 まあ、いい感じなんだけど自分の出したい印象ってこうだよねみたいな話に関してはこのあたりで書いてます、うん、今もしかしてライブで見てる方もその今お手元にもあるのかな、うん、本買ってる状態、なんかね今サラサラっと開いて、ね、うん、まあ、それから今ライブ見てる人が今すぐポチって、もう今ね多分配達の人が来てくれるのでいや数分で、まあ、もし手元になかったとしてもツイッターに上がってるので、ああ そ, う、ね、そこだけでも見てもらえたらなと思います、ね、さすがだね、そうなんです、だからね、なんかうまいよやっぱり、なんて言ったらいいんだ、なんて言ったらいいんですかね、さっきのさ、あ、はい、あ大変、あさあ大変、いけいけこれとかさ、こう頑張ってさワンストローク長くしようとしてはいるんだよね、うん、はい、これを一緒のショット、これもうちょっと薄くしたい ね、いやどうやって言ったらいいんだろうね、これ例えばこれが全然ダメでとか新しい方が上手くなっててとかっていうのもなんかあんまり言いたくないというか、これはこれでやっぱすげえ上手いしさ、こういう風にこう書きたいって思う人も思ったりするし、正直そのなんだろう、まだ曖昧なこと言うけど、どんな絵でもいいんですよ、本人描いてる本人がおもろいってこう、うんうん、そうそう楽しいって思えた絵って絶対周りにもこう伝わっていくというか、ね、だからそれがこう例えばどうやって描いたらいいんだろう、どうやって描いたらいいんだろう、難しいと思いながら描いた絵ってやっぱそのままがこう絵に出てしまって、うん、で周りの人にもこうなんか頑張って描いたねって思うような絵になってしまうというか、そのいやそれはそれでいいんだけど、なんかこううーってこう窮屈というか、やっぱ描いてる本人がワクワクするような感じで描くことが大事で、ね、と僕は思うなと思ってて、それをこう、ね、謳歌してほしい、この時はだからそういうの何も感じてなかったんだね、やっぱね、なんかあのね苦しそうに書いてる感じはあった、なんか一生懸命それはいいんだけど、なんかこう苦しそうに、だから大丈夫で大丈夫でっていう感じで、うん、背中さすりながらこうやってたとかあった、もうなんか全体的に硬いんだよね線がね、で、まあ、うまいけどねこれはこれで、例えばさ丸めてるなっていう時に丸め方が、うん、あのふにゃっとした感じだったらね、ふにゃっとカーブ描けばいいし、うん、膝が曲がってるなっていうのも、反映されてない？出る？出てる？はい、出た。膝が曲がってるのもどう曲がってるか、うん、ビシッって曲がってるのか、まあこうこんな感じ？いいね。ちょっと反ってて、まだこれもね、やっぱさらにこう過去の自分のドローイングをこう添削する感じで、ね。いやいいね。でふくらはぎを描くんじゃなくて、この辺なんかちょっと柔らかそうな感じなんだけど。うん、あ足首はキュッとなってる感じがいいなとか、はいはい、いいなって自分が思ったなら書く、そうそう、で佐藤さんがそうやってやってるから自分もそうしないといけないとかではやっぱないのよね、うんうん、自分がこう見つけていくというか、やっぱ、ね、どっかでも書いたらね、そうこれか、心地の良い線を見つける旅ということ で、ね、で今日お手紙書いてくれたらあんま見えないかな、まあその旅なんですよ、見つける旅、探す旅、自分がこう選んでいく、ね、書くことがドローイングじゃないというか だけじゃない、書くことがドローイングってだけじゃなくて、自分でこうどんなん書こうかなって思ってる時間がもうドローイングなんで、
メモったみんな。そうそう。でもそういうことだと思うんですよ。自分がこう、何書こうかなって思えてる時間をね、もっとこう、ゆっくり使って、うん、そしたらこう、ね、楽しくやれるんじゃないかなと。ね。このね、一本の線っていうものが、もうライオンオブアクションのところ、時から、太いのか濃いのか薄いのかヒョロヒョロしてるのか、うん、勢いがあるのかないのかっていうことと、うん、自分の体感覚っていうことを合わせて、うん、ライオンオブアクションを弾いてもらいたいんですよ。 いいわ。やっぱり今こう描いた絵見るとやっぱよりいいなとあんま思える ね。いいじゃん。そうするとね、なんかね、さっきのユイさんみたいな絵が描ける、はい、ユイさんの絵描いたじゃない。バクテリアユイさん。そうバクテリアユイさんすごいね。なんかこうそこから、ね、人類が誕生したみたいな。ビッグバン、ビューンの。ビューン。やばいドローインだね、これ。これ、でも本当にここがさ、ギュッてなっててさ、そうそう、コスみたいなさ。そうね、本当本当。肩はキュッて、ま、曲がってる、この上がってるんだけど、それも、どのぐらいの太さで、濃さで、薄さでっていうのが、そうね、勝手に出てくるようになるんです。これは太くしようと思って太くする、細くしようと思って細くする、勢いをなくそうと思ってなくすんじゃなくて、ラインオブアクションをずっと突き詰めてると、うん、そうね、うん、フィギュアドローイングっていうその人体のドローイングになった時に勝手に手がそういう風に調節してくれるようになるんですよ。いいじゃん。やっぱもうここはこう本当にずっとやっていくと自然にこう出てくる、ね、そうそう、まあ、技というかね、だから私にはこうやってユイさんって結構こうでこうでこうだなみたいな、はいはい、形をライオンオブアクションがあるんですよ。ユイさんのライオンオブアクションっていうのが、でこれが慣れてきたっていうか、あこれでもっともっとユイさん描きたい、あユイさんじゃなくてもいいや、ユイさんじゃなくてもいい、あれですよ、そう、俺を描かないといけないわけじゃないので、ね、そうでお好きなモデルさんなり、ね、リファレンスを、ね、そう探して描きたいと思ったものを描くのがベストなんで、ね、そしたらさ、これに、あ、じゃあこの辺に胸郭があって、この辺に骨盤があって、足があって、じゃあここら辺から ね、うん、ちょっと手生やしてあげたらいいかなとか、手生やしてあげたらいい、そうなんです。で、こうで、こうでこうかって変でもいいんですよ。いや、いいね、間違っちゃってもいいし、いやでもおもろいね、なんかね、はい、これの線をおざなりにしない、描くときに。そうね、そのサレド線って書いてたね、おざなりにしないで一個一個、うん、やってってほしい。でも考えながら書くじゃなくて勝手に出ちゃうから、うん、これを書いた後に、あ、なんか印象と違うな、どこかな、あ、ここなんか線がこう迷ってるから、このビシっていう感じが出てないんだなって思ったら、うんうん、じゃあもう一回書いてみようって言って、もう一回書くってことをやってると、なんかね、書けるようになるんですよ。とりあえず書く。まあもうそうですね。だからこう、本当にその通りです。あとはこう本当に何て言いましょうね。その自分がこう楽しめるシステムをこう見つけるというか、やっぱこう、じゃあ言われた通りやらなくちゃとかっていう風に、まだこの、ね、やらなくちゃモードになると突然もうピタッと止まる瞬間がいつか来るんだよね。ちょっとは続いてもやらなくちゃはね、本当ね、全然なくて OK で、やりたいなって思った時にやる。本当それだけ、で、なんか別に今日はちょっとそういう気分じゃないなと思ったら、うん、やらなくていいし、やらなかった自分を、いや自分やらなかった、はぁーとかって全然思わなくていい、うん、だって俺らやってないもん、全然やってないけど、いいやみたいな。で、やりたい時はね、もうやりたくて仕方ないのね、もう毎日もう書きたいみたいな。やっぱそれで十分、健康的やと思うのよ。なんかやらなかった自分をこう、ダメやったみたいな思わなくていいのよね。苦しそうに顔を描く必要ないというか。私今年8月7月ぐらいまで絵全然描いてなくて、でここに来てまたスケッチブック増えてるやんか。そうだね。それでちょうどいいと思う。そうで、だからそのじゃあどうやったら自分がこう描き続けられるような、なんだろう、システムをこう見つけられるかっつったら、それこそ、ね、今こうやってやってるボーンデジタルのジェズロパーティーとかって、ああいうフリーリファレンスがあってさ、で毎週木曜日にこうモデルさんがね登場してっていうドローイング会みたいなのあるやんか、オンラインのね。だからあれにこう一緒にこうひっつくというか、楽しめるようにみんなと一緒にこう書くっていうのって結構続くのよ ね。なんか自分だけじゃないみたいな、一人じゃないっていうのはね、すごくこう心強いので、僕もすごい気持ち分かるというか。でその時にほら自分も書くし、みんなも書いてるから、そのなんだろうね、みんなのドローイングをこう見ながら、あこの人ってこんな風に描いたんだとか、あ自分だったらこう描くけどこの人こうやって描いてて、えちょっと真似してみようかなとか、あこんなパターンがあるんだとかっていう、
あのみんなも多分感じてると思うのよ。結構書いてる人たち多いと思うので、今いる人たちもこれ見てる人たちもあの感覚を忘れないというか、なんか一人じゃないっていう思いをこうちゃんと思い出しつつ、これ何、これ僕は何してるやつなのこれ、あ、超みたいな。そうなので、なんだろう、続けられる、なんかこうこれ、これちょうだい、これなんかいいね、この顔な、俺っぽいもんな、ちゃんと。そうなので、こうみんなでこう書くみたいなね、のをね、ぜひやってほしくて。うん、落書きだよね、でもね、落書き、そうそう、なんかジェスチャードローイングってやろうと思ってやるやつじゃないよね。じゃなくていい、その結局ね、そう、あのそれはもう俺も何度も経験してて、よし、俺は今日これから毎日書くぞとか、絶対何ヶ月までに、本をね、何冊かこう、ね、スケッチで埋めるんだとか、変な大きい目標とかマジでこう抱えなくて OK で、掲げなくていいというか、そのそれでうまくいく人ならやってもらっていい、うんうんうん、でうまくいかない時はあのマジで大丈夫だって、僕も本当うまくいったら試しないし、本当書かないよね、書けないよ、書けないのよ、その、だからこう、うわってこうテンション上がった時だけやっていくぐらいで、あの そうなの、だからあの人がこうやってやってるから自分もやろうはなくて、本当に OK で、自分にとってのうまくいくパターン、うん、例えばほら、このジェスチャードローイングのやり方が自分にとっては違うなと思う人は別のやり方でやってもらったらいいだけで、それぞれの、そうだから、それぞれのジェスチャードローイングなわけよ、これ自分にとってのこう感じるのを大切にしてほしいってことで、いいね、またこれ何食ってんの、ポテチかなんか、おー、よくわかるね、いや、もう昨日わさびーク食べた、こういうのでね、伝わるようになったのがジェスチャードローイングって、あ、いいなと思って、あ、でもそうね、いや、ほんと、言ってる通り、めっちゃ、まあ、ほとんど何も書いてないのに、わかるもんね。寝転がってる俺がボリボリ、なんかね、わさビーフむさぼりながら、ね、なんかこう、何見てたかな、昨日。なんか動画見ながらわさビーフして、わさビーフばっかり読んでいいけど、ディテールの部分なんで。ね、でも、とにかくそれが大事で、自分にとっての、これが楽しいなをね、絶対やるべきで。ね、そう。ジェスチャードローイングね、落書きしてて伝わるようになったから、あのやりたいなと思って続けてる。あの詳細を追わなくていい、詳細をなんかあの追わないで書こうねみたいな話した時に、もっと言うと詳細書かなくても伝わるっていうのがあるんだ、うん、それってジェスチャーってすごいなと思って。まあね、なんか、まあ、これはでも、まあ、なんつったら佐藤さんがすごい部分で、面白いしね、見てて。ごめん、俺ほんとこうなってしまってるけど、俺ちょっとついついこうカメラを忘れてしまいがちですけども、いいね。あと、そうか、コメントもなんか読み上げたいね、チャット、せっかく来てくれてる人たちにも、うん、なんか、ちょっと読み上げつつ、まあ、続けられるって素敵ですねっていうふうに書いてる人たちとか、休んで書くとうまく書けている時がある。いや、うん、いいこと言いますね。そりゃそうですよ。筋トレを毎日しないといけないって、そりゃしんどくて、一回休んでからの、なんでしょうね。なんていうか、あの、なんたらタイム、ゴールデンタイムがあった後に、またこう、次やり始めるみたいな感じで、自分の中でこう、もちろん休むこともある意味、なんだろう、やるべきことやったりするので。超回復か。そう、超回復。それです。それなんです。ね、回復しよう。ドローイング筋肉をこう、休めつつ、ゆいさんのお顔の絵、お豆みたいで可愛い。あ、ありがとうございます。お豆です。どうもどうも。これ何、俺を何、掃除してんの？あ、掃除機かけてて邪魔だなって言ってる。そうそう。え、めっちゃ伝わるやん、これ。すごくない？でもわかるよね。だってそれってさ、ちゃんと表情に出てるし、ジェスチャーでそう言ってるし、このまたコントラストが面白いのよ。俺のこうぐーたらしてる俺と、あの、こう、なんだろうね、割とこう、ジェネリックにこう、体が動いてる佐藤さんのこの、コントラスト。やっぱこう、割とストーリーが関わってくると、はっきりとこう、なんだろうね、まあ、デコボコというかあべこべみたいな、そういうのがあると、ストーリーがこう面白く感じるので、逆をいく やり方。あ、最後に俺あの何ほうきで何履いてんの、これ履いてる、これ俺何バクテリア状態の俺、そうそうバクテリア状態の俺とかって人生で言ったことないね、こんな言葉いいですね、はい、長く続けたいから緩くやるのいいですよね。そう、やっぱ長期戦やし、長いっすよ、人生は。まあまああるから、今急いでやる必要なくて、ゆっくりゆっくり、旅なんで、だって、旅。今すぐ急いで、せっせせっせとね、あっち行ってこっち行ってやらなくてよくて、もう本当に自分も、なんでしょうね、もう流れるまま、それこそフローに任せて、行き着いたところに、
いいね、本当にこの練習しようかな、俺もそれ。お豆みたいで可愛いって言われたんでね。そう、簡単に描けるよ、ゆいさん。簡単描けるね。だってこうやってさ、いいやん。何なんて言ってんの、お豆がありましてやんか。何だ、何、あと目がねがありましてって言うしかない、ね、なんだろう、ゆいさんがありましてでいいよ、もうさっさっさと描けそう。いいじゃん。ね、でまたお豆描くのね、こうやって。ちょ、でも俺気づいたことがあったんやけど、うん、あの内容ないよね、今日。大丈夫これ。ちゃんとした話せんといかんくない、そろそろ。なんだっけ、何でした、てか何、時間。あ、45分。あ、質問とか あったらいただこうと思ってたんですね。今日ね、あの本当に60万人の皆様がここに目の前にいるんですけど、ね、質問とかあれば拾いながら、せっかく、だって本当にこれも言いたかったけど、でこのボンデータルのこの九段下の9階で今やってるんですけど、なかなかこうやって人を入れてっていうのが本当に久しぶりで、やっぱせっかくこうね来ていただいてるので、なんかこう触れつつ、なんかビンタ一発かまされながら俺がバチンバチンってやってもらいたいんですけど、なんかまあ質問というか一言言いたいみたいな、まあ、例えばその今回ね本出版してっていう話を触れてもいいですし、本読んでこういうこと思いましたとか感想だけでもいいし、質問があればぜひ。はい、マイクで拾いに行きますので、ぜひお手を挙げてください。はい、どうだ、さあ勇気がある人、さあ来い、あ、来た、行け、素晴らしい。じゃあ今マイクが行きます。いやいや、ありがとうございます。シペラーですね。はい、いつもツイッターで拝見させていただいているミリンダと申します。あ、ありがとうございます。この間傘を教えていただいてありがとうございます。あ、いえ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 、こちらこそありがとうございます。緊張します。大丈夫です。大丈夫です。あの今ジェスドローをやっているときに、はい、よし、じゃあラインオブアクションを取らなって思ってまず取るわけです。はい、でそこから肉付けしていくわけなんですけど、はい、あれ骨盤の位置ラインオブアクションと合わへんぞとか、うんうん、膝の位置思ってたんとちゃうぞみたいなことになってくることがあるのですが、うんうん、はい、お二人はそういうことって昔はあったりしましたか、どうやって改善してったりとかしたか、もしあればなど、そのアナトミー的に思ってた位置と違うみたいな、そういうことでしたっけ。そうか、なんか書いて、うん、ラインオブアクションで、うん、ザッガッみたいな書くじゃないですか、はい、でっていうことはここに多分膝が来るとかってなるんですけど、はい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 、肉付けしていくと書いてるうちに あれなんかバランス違ったわみたいな、はいはいはい、なってくることが結構。あ、でもすごく言ってることわかる。なるほど、はい、こうやってちゃんとお声はね、あ、ライブの聞いてる人たちも届いてるってことでいいですよね。はい、質問は、そういった感じで、はい、ちょっと確認して入ってるんですよね、きっとね。じゃあ お答えを、じゃあこの方が今から答えてくれるんで、はい、どうって言う、ね、でもあるよね、まあ、言いたいことすごく分かるというか、最初そもそもとしてラインオブアクションがもやしだったので、はい、もやし出ました、なんかね、みんななんかかっこいいラインオブアクションかけてすごいな、よくそういうふうに見えるなって思うぐらい、うん、ちょっとゆいさん立ってもらっていい、あ、これじゃあ首なしになってもいい、ちゃんとね、ポーズが見えるようにこっちに立とうか、ね、なんかさ、例えばこんな、あ、いや、そんな感じでいいや。そしたらさ、あ、いいね、いいね。これになったとかするとさ、どうしたらいい？あ、もう、今の。はい。あ、動いちゃダメだよ。ずっとそのままね。はい、何しに来たんだろう、これさ、ラインオブアクションをさ、よし、なんか、これにするぞって、どれにしたらいいのかなと思ってさ、あ、ワンストロークでって言われてもって思いながらね、こう、はいはいはい、なんかさ、排水口にさ、絡まった毛みたいなやつをさ、毛が、まあいいですね。こうやっていくわけですよ、はい。まずそこで見えてないので、あの骨盤がどうのこうのの話に関しては、うん、骨盤まで意識がいかない、まずここからスタートで、うん、え、でもさってさらにさ、こう、あ、でも ここの 腕もあるじゃんっていうことを追加していくじゃないですか、例えばこの、うん、この毛に毛こうかなって、はいはいはい、よし、じゃあ骨盤描くぞってなって、うん、この通りに骨盤描こうとすると、あれ中心、あれここ、え、なんか、あ、足どこ、あれ、え、あ、でもここかな、足って言って、はいはいはい、ほらこんな感じ、これが起きてたのは確かだと思います、うんうんうん、これだから最初から
簡単に言うと最初から合わなくて大丈夫です。そうよ ね、それこそ、まあ、本当大体というか、だって初めから全部、うん、そのリズムをつけるのに、うん、そのルールまでこう考えなくていいというか、そうそう、全部がこうそれこそあの寄せるようにこうリズムつけるっていうのがやっぱ難しいと思うので、うん、なんかここに膝があってっていうのをもう目安ぐらいのイメージかな。むしろ合わない方が多い気もするな俺。なんかね、これ僕もポーズ終わっていいの、うん、別のポーズ。あの今でこそさ、こう、あ、じゃあこうでこうでいいよねって言ったら、はい、大体合うようになったのはずっとこれを書いてきたからってだけ。そうね、そうそうそう、だからいつかは、うん、ピタッと自分が思ったところに何か来てっていうのが、そうそう、それこそ後々のこのね、大きなホームラン、いいポーズだねこれ、そう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 、これでもね、いいコラボレーションだと思うんだこれ。いいモデルさん、いいドロワー、ね、で、いいジェスチャードローイングス、ね、あ、出た出た、だからこうした方が良かったのか。あ、それにする、そう、バニーちゃんして、バニーちゃんするね。ライブっぽいね、これ今やってんの。超思いつき全部。そう、え、じゃあこうしたらいいの。そうそう、そんな感じかな。で、ここ手持ってるんだよね。で、ちゃんとバニーちゃんかなんかして、そうそう、あ、完璧やろ。俺、次やろっかな。あ、いいね、そこできたらこうしたらいいけど、そうね、あ、いいか、いいか、まあ、お好きに、そうそうそうね、すごい、いや、いい、そうなんです、ストーリーだね、かわいい、かわいいね、かわいいっていう遊びを何度もしてもらうっていうのがいいのかなっていうのが、そう、ね、だから、質問の答えとして、その合わなかった時も大丈夫だぜってことですよ、うん、やっぱもう、こう、その時にこううん、思いのままで、うん、合わなくてもだんだんこう合ってくるっていうふうに、後からこうルールがね、あの、ついてくるっていうふうに僕は思うかな、ね、あとはラインオブアクションはラインオブアクション、でもう人体っぽく最初から描きたいと思ったらラインオブアクションを無視して、こんな感じの、はいはい、違う、そうじゃないって言ってる、これをたくさん描いてもらってから後からルール追加していくっていうのでもいいと思ってます。そうね、なんかね、ラインオブアクションはなんかその素体の大元っていうわけではなく、印象として残しておきたい自分のメモみたいな感じなので、うん、そうね、そうね、ほんとほんと、なんかずっとやってると、あ、なんとなくちょっとずつ自分の中でルールとクリエイティブのそれが、あ、合体してきたみたいなことが、うん、そうなの、だってめちゃくちゃいいこと書いてて、ほんと？そうよ、だってうん、だってこれはこれでやっぱ面白いもんね。もうざんとこう書いてみてさ、この感じたままビョンと一回やってもらいつつ、うんね、それは一発でこれはね、行くことなんてなくてさ、何度も何度もやってるうちにっていうことで、もちろんほらこのポーズ自体ほら、いわゆる難しめのポーズやからさ、うんうん、こういろんなものが触っててとかね、ポーズ的にもこうエクストリームというか、うんうん、そういう感じでこうできんかった時も、いや難しかったんだなみたいな感じで思ってくれればいいと思うのよね。はい、なので気楽にやりましょう。大丈夫そうですかね。質問の答えになりましたかね。はい、バッチリ、素晴らしい質問ありがとうございます。あ、はい、どんどん、なんかせっかくなんでね。はい、どうでしょう。あ、ご質問ありますどうぞ。はい。2人目ご質問お願いします。すごいですね。いいね。はい。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。はい、本日は貴重な機会をありがとうございます。あ、ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそ。ありがとうございます。質問なんですけども、はい、お仕事をまあ、デザインとかイラストですね、のお仕事はどれぐらい楽しんでやったらいいのかっていうご質問でして、なるほど。はい、なんかあの、まあ、自分のケースでいくとなんですけど、はい、なんかその楽しんでやったとき、もちろんそのお客様とか、そのクライアントの人とか課題とかいろいろ考えはするんですけど、うん、楽しんでやって作った、あ、デザイナー、すみません、デザイナーなんですけど、はいはい、お、その、もちろんお客様のことを考えたりした上で楽しんでやった時の方がなんかすごく喜んでもらえたり、うん、その、うん、数字でいうと効果が高かったりっていうのがあるので、はいはい、楽しんでやるのが正解なんだろうなとは思ってるんですけど、はい、ただなんかこう日々やってると、そうですね、なんか罪悪感というか、なんか、なんかこのこのファンアートみたいな気持ちで仕事しててええんかなみたいな。それはもう全然むしろ大丈夫、ね、大丈夫、絶対だってそれは、はい、それはむしろ、うんうんってきて、そこからどういう悩みに行くんかなって思ってたぐらいで、うん、むしろもう、それを やらなくちゃってぐらい今思いましたよ。だってやっぱ初めに言った通り、ね、書いてる人が楽しんでるなら、絶対その楽しさは
ね、みんなにこう伝わっていく、もうそれこそあなたのバクテリアですよ。ね、どんどんこう飛沫していく、飛沫伝染していくもんなんで、うん、ね、いいエネルギーはどんどん広めていきましょうよ。うん、なるほど。やるべきです。やるべき、絶対に。あります。はい。なるほど。あ、なんか今日も答えをこう言ってしまったけど、でも、大丈夫です。だから、そういうことですよね、うん。それっていいのかなっていう。そうです。なんかこの楽しむ気持ちを、なんかもうフルで楽しんでる、うん、状態でいいのかなみたいな。例えばこれも本当にルールとクリエイティブの話だと思ってて、うん、クリエイティブに行き過ぎると、例えばじゃあその言われたその例えばタスクとか条件とかを何もかも無視して自分の好きなことだけやろうってなると、やっぱその実際の仕事となる これをやってほしい、こういう条件でっていうものを無視した状態って、それこそ何て言ったらいいのかな、地盤がなくなるというか、うん、何こうどういうことが伝えたいものかわからないっていう風に振っていくと思うんですよね。で、なんか条件の中である程度こう言われたことをやりつつ自分が楽しんでるなら、うん、もうエンターテインメントですげえ楽しいものでいろんな人に伝わるアートになるはずなんで、それはやっぱやってほしいですよね。どうごめん、俺変なこと言ってるかな、うん、殴っていいよ、間違ったら。あ、間違ってないけど殴っていい、殴っていいよなので、それはもうどんどんやってほしいことだと思います。ルールの中で自分がどんだけ楽しんでもいいはずなんで、なんかむしろ私の知り合いの方は、うん、はい、そのクライアントワークをしてる時に自分のやりたいこととかができなくてフラストレーションが溜まりすぎちゃって、あ、でもクライアントワークはクライアントワークでお客様の要望を叶える必要性があるからということで、クライアントワークと自分の自由にある創作活動を分けてやらないと、うん、精神が持たないっていう人もいたというか、何人もそういう人に会ってるので、今の状況はめちゃめちゃ羨ましいと思います。だって本当それも同じでさ、じゃあ自分のクリエイティブ楽しむっていうことを全部忘れて、言われたことだけやりましょう、ルールだけやろうって、そんなものってやっぱりすごい硬いというか、なんて言いましょう、ダメとは言わないですけど、なんかこうな、あなたがなくなると思うんですよ。やっぱ誰が仕事してるかって言ったらあなたなので、はい、そのエネルギーは絶対に常に持っていってほしいです。これはもう皆さんもそうだと思うので、誰がやってるかなんですよ、ドローイングだって仕事だって、そう、どんなものでもそうだと思います。イエス、素晴らしい質問です。なので、何を言ったらいいんだろう、最高だってことですあなたは最高だでもこの楽しむ気持ちはなんかそのままにやっていく、すごくいいと思います、素敵だと思います。なるほど、ありがとうございます。楽しい、いいね、いいよ、むしろいい仕事をしてるんだと思います、うん、ありがとうございます。幸せなことなので、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいいですよね、やっぱそうでないとっていうか、ね、はい、すごく心強い。いや、とんでもございません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもそういうふうにさ、あれだよね、楽しんでできるっていうことってさ、与えられて、あ、なんか勝手にそうなってったんじゃなくて、きっとそういうふうに楽しんでできる状況っていうのを日頃こうなんか試行錯誤してきたから、うん、その環境に置かれてるんだろうななんて思うので、いやなんか、ね、でもなんか聞いててワクワクしたら、そうね、ハッとさせられるよね。だからやっぱさ、忘れる時もあるのよ、どっちかにこう偏るというか、うん、仕事は仕事でとか、自分はね、自分のやりたいことやるって、こう本当にこうバランスというか、まあ、もちろん理想は本当両方あってとかとか僕は言葉で言うのは簡単やけど、うん、それをこう間を取るっていうのが結構時間がかかったりとか、探すまでの道のりというかさ、それこそ旅みたいなもんで、すぐにこう見つけられんかった時も あんま焦る必要ないと思うのよ。だからドローイングも、ね、ルールはできててもクリエイティブできなくて、じゃあクリエイティブを勉強しようって言ったら、あ、ルール忘れてしまったとかっていう、いうのあるやんか、なんかドローイングやっててさ、でもそれで OK でさ、こう毎回こう反復横跳びでどっちかをこうやりながら、だんだんと自分の立ってくるエンターテインメントゾーンみたいなのにこうハマっていくんじゃないかな。ね。いいじゃないですか。でもすごいいい話、なんか聞いててうっとりしたわ。あ、なんか素敵です。とっても。ルールやだ。そう、いいやん。ルールやだもね、一つなんで、ジタバタしてる。ルールだけ、クリエイティブだけだとあなたがなくなる。いいね。いいね。はい、とっても素敵な質問を2つ目いただきまして、はい、ありがとうございます。ということでですね、もう1個いきますか。かんない一応こうお時間的にちょうどとなりましたので、バターンとシャッターが閉まる感じ。そうですね、ガラ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 、今ちょっとあの蛍の光が流れつつというところでございます。つつ、はい、あのなんか佐藤さん、ゆりさん、最後にあの
このモニターの向こうで見てる方々、はい、あるいは後日ご覧になってる方々もいらっしゃると思うので、少しコメント、メッセージなどをいただければ、最後の締めです、ね、そうそういただければ。いや、ふと思ったけど、俺今日喋りすぎやね。まあ、あなたの回なんで、俺、ごめんごめん。何やってんだ俺。ついうっかり。すいません。じゃあ、え佐藤さん、大締めということで。大締め。大締め。なんかね、そうだな、まあ、こんな感じで私は絵描いてるんです。ふにゃーっとした感じで。あんまり気合が入ってないというか、それにもなったのはこの人がふにゃーっとしてくれたからなんですけど、 ありがとうございます。ね、ふにゃーっとし続けよう、うん、気を抜いて、うん、なんとなく冒頭にも書いた 10% の力で書くっていうのは、トイレでカレンダーに落書きするくらいの力、それをずっと積み重ねてると、こんな感じに書けるようになると思うよ。ただ時間はちょっとかかっちゃうかもしれないけどね、うん、ぐらいの感覚で、うん、そうそう、まあ、読んでもらえたらいいなって思ってます。ああぜひ、はい、皆さん買ってください。あなので、はい、今回チャットでいろいろ書いてくださった方もコメントありがとうございます。でこれアーカイブで後から見てくれてる人たちもありがとうございます。ありがとうございます。僕たちはずっとここにいます。いつかどこかで会いましょう。みんなでジェスチャードリームやろう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さようなら。じゃあライブ配信はこちらまでということになります。